皆さんどうも、タイガーです。お疲れ様です。また再びね、1キャラ作ってしまいました。止まんねえな、これマジで。まあ、ハートマンキャラもなんか1から作り直せるっぽいから、まあその時にやればいいかな。はい、来ました。風魔処理券カッコ仮というわけでね、作りました。はい。なんか忍者っぽい、なんか独習っぽいね、な手裏剣っぽいもの持ってるじゃないですか。はい。これはなんとですね、武器ではないんですよね。何が起こってるんでしょうか。はい。まあ、バトル見れば一発でわかります。それでは行きましょう。バトルレッツゴー。はい、それではやっていきます。で、今回ですね、この風魔手裏剣くんはね、コストがねめちゃめちゃ少ないです。出しまくれます。なのでこれでいっちゃおうかな。いこうかな。うん、 S サイズでいっちゃおうか。キャラいなマジそんなことある。一旦作って、相手からアーチャー出てきてる。あー、なるほど。作っとくか。間に合う気がするからコスト回復上壁作って。来た、風魔手裏剣くん。いくよ。はい。モビールパンチ。いいね。で、これですね。なんか動いてない？手裏剣のこれ。おかしくない？なんで？なんで動くの？これは実は、はい、皆さんも気づいてる方はいらっしゃると思います。ドラゴンの首です。そうなんです。ドラゴンの首なんです。ドラゴンの首をぐるぐる巻きにしただけです。ドラゴンの首をぐるぐる巻きにして、手裏剣っぽくなってるんですけど、歩くとバレる！歩くとバレちまうんだな、これが。はい、歩くとバレちまうんですよね。さあ、コスト回復上液作ってね。さあ頑張れ、削れ削れ、攻め時だよ。おならじゃん、もう一体いっちゃおうかな。キャラ一気にいっちゃおうか。はい、ブンブン、いいよ。サード1個落とせば勝ち。殴れ、ナイス、ケツ当てしてるね、素晴らしい。はい、スキルとかね、攻撃のねあれもねちょっと変えてるんですよ。まあ続いていきましょうか。L サイズじゃないな、 S の方が俺好きだな。これでいこうか。で、攻撃なんですけど、力の弾って言って拳を飛ばす感じですね。ポイントを消費してる、ポイントね、スキルポイントかかってるんですけど、その代わりね、火力がちょっと高いと、まあ、ちょっとですけどね。で、伸びるパンチ、これがですね、先行体験の時にも、ね、一度見せてるんですけど、自分のお気に入りのスキルでして、俺これ強いと思ってるよね、伸びるパンチ。あ、大砲だけでこれアーチャーやるのでかくね。これでかっ。え、やれてない？もしかして。あれ？どこ行っちゃった？え、なんで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 どこ行ったの？殴んないで。意味わかんない。しかもアーチャーと剣士にやられてる。まずい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 。あー、これかなりまずくないですか？まあ、モビールパンチくんは出すんだけど、モビールパンチ、あー、倒されちゃった。さあ、おならのね、おならジャンプのメカゴリムくん、ほら、今パンチ出してるでしょ、拳、拳出してるでしょ、拳、拳ポーンって、これね。大砲は出てるんだけど、モビールパンチ、いいよ。これで剣士やってもらって、さあ、おならジャンプ。悪くないね。パンチ、あ、ただ悪くないとは言ってもやられそうだね。伸びるパンチ、これどうしようか。これ出してる暇ないと思うんだよな俺。これもう一回やられてもらって、これ一個多分倒さなきゃダメじゃん。こいつ剣士だけで倒せないのまずくない？おならジャンプ。おならジャンプしたら飛び越えちゃうから、俺もこの前線のキャラやれてないんだよ。それはまずい。ただ、モビルパンチくんがいるんで、でもキャラを切りすぎるとキャラ切れなくなっちゃうから、そこを注意しつつパワーアタック。倒して前行ってもらって。で、城壁作らないと俺何もできない、これ。相手のキャラ数があといくつかわかんないし、ノーマル城壁作るってやるけど別にいらないんだよ、ノーマル城壁は。モビールパンチ、いいよ。
負けるんじゃないの、ね、ケタで。うわ強マジで。コストカネ副上駅は作りどくと。あと1個。おいおいいのか、そのゴーレムにキャラ出さないと勝っちゃうぞ俺。はい、ナイス。このオーラジャンプやっぱめっちゃ強いと思うんだよな。ダメージ与えて相手にさらにキャラ使わせられるもんな。さあ行こうか。メカゴーレム、オナラジャンプ。ワンチャンメカゴーレムこれ S でもいいんじゃないかなって最近思ってきてる。高級兵士先作っとこうか。これはキャラ召喚できるしね、早めに作ってるのがいい気がするな。もう一個作っちゃう。ちょっとアイテム一個作ってるし、コスモ上がっちゃったけど、これで小型いっぱい出せるから悪くないんじゃないかなって思ってるけど、どうなんだろうね。アイテムを後継者作ってるね。うん、さあ伸びるパンチ君は召喚しとこうか一応ね。もうこれなんかもうグネ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 してるでしょ。手裏剣っぽく見えたと思ったでしょ、違うよな。手裏剣あるのかな、なんかね武器とかもね存在してるんだよね、一応してるんだけどまだね見たことない。倒して伸びるパンチ、いいよ。おならじゃーんプリンチの、あ防御力ダウンした、あするんだ防御力ダウン、へえ白黒みたい。伸びるパンチ、うーんどうしようかな。まあ、コスト回復条約は作るとこだと思うので作っちゃおう。まだこっちキャラいっぱい前にいるし、おならジャンプへ伸びるパンチ。いや伸びるパンチめっちゃ強くない、やっぱこれも落ちるくない、ガツ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 殴りまくってるからワンチャンあるよね。えぐマジでおならジャンプ。おい今回伸びるパンチの動画のはずなのに落ちちゃった瞬殺で、えぐいって。速攻で試合終わるんだけど、おならジャンプやばくないか。さあ行こうか。マッチングがめっちゃ早い。これ相手 NPC かどうかが分かんないんだよな。モビールパンチ S で切って、オナラジャンプまた来たからこれでいこう。でっかいドラゴン、おこれ全部俺が作ったやつだ。あでもメガゴーレムは一応お手本からか。さあまだこれ今何も作らないの苦しいね。これさ、でっかいドラゴン来てさ、飛べばさ、そうだよね、飛んだら一方的に投げるよね、これ上から。ただ、どうしようかな、これ。いや、これ、兵士出す必要あるな。倒すじゃん。ああ、そこはやられちゃうけど、しょうがないよね、これはね。で、上から一方的に殴ってるんで。でも逆に言えば、中型を使わずに相手の中型を処理できてるってのは熱い気がする。ただこれでコストなくなった。倒したんだけど、相手にアーチャーがいるんで、で、やっぱ飛行形態ってね、このアーチャーとかに絶対弱いじゃないですか。尻尾壊されちゃった。これ跳ね壊れたら飛べなくなっちゃうんでね、今でなんか尻尾ないドラゴン気持ち悪くね。倒したけどまたアーチャー出てきたからこれでドラゴンやられちゃうね。これしょうがないけど弊社行こうか。やられたね。さあ相手もカシャカシャしてますがいかがでしょうか。うん、大砲か、なるほどな。作ろう、作れる時に作って。でしかもこれさ、何作ってるかって相手からしたら多分分かんないよね。やべえ、なんか作ってると攻めようって攻めたらさ、実はコスト回復でしたみたいなパターンもさ、フェイクになるってことかな、もしかしたら。ガツッ。さあ痛くない発動してもらって、耐えてもらって倒して、ナイス。ノーマル上液は3コストも使うのに効果ないんで、あんま意味ないんじゃないかなって思ってる。実際どうか分かんないけど、恩恵薄そうだよね。おならジャーンプ、倒して、いいよ、城を落としちゃってくれよ。伸びるパンチ、なんかあっさり勝ったね。あそうかと、まあ、まだルーキーなんでね、俺のこれワンチャンね、マジプレイヤーじゃない説が俺の中で浮上してるんだよな。実際どうか分かんないけど、まあもう一回行こう。
これラストだ。もう正直カッコカリ君マジで本当に出落ちなんだけど、キモいいでしょ、いいね、これプレイヤーじゃない？そう、あの風魔手裏剣くんさ、カッコカリくんさ、いやマジであの風魔手裏剣見えるやん、手裏剣に、手裏剣っていうかなんかねえ、どっかの、あ、2連続タップしちゃうとそうなっちゃうんだ、どっかのさねえ、どっかのねえ変な武器みたいな、わかる？異国の武器みたいな、そんな感じに見えるじゃん。で壁を張る必要が絶対にあるんで張りましょう。ガトリングは召喚できた。兵舎も置いてあげたいんだけど、置いちゃうと守れなくなる可能性があるかな。いや、コスト回復上壁で上壁稼いじゃおう。さあ相手もキャラは切ってきてますが、いや後継者だな、これ作んなきゃダメだ、だって今あれないもんね、何も。キャラ来てくれ頼む、3コストのキャラ OK。 あぶねー、いや作ったものが壊されるだけはマジできついから、壊されないようにしたいよね。たくさんねコスト使っちゃった。相手何作ったんだろう。 あ水属性強化か、まあどうでもいいね、あれは。ぐるぐるパンチ、なんか頭取れたぞ。ぐるぐる、あ、ぐるぐるパンチ連打できるんだね、へえ。あ、やられちゃった。まあでもここは倒せるでしょう。でこれね、あの城殴られちゃうんでしっかり壁張りましょう。パーアタック、いいよ。問題はこの後だね。まあ、こう倒してもらって、騎馬兵が言ってるね。後継者が出てくるキャラやっぱ強いわ。これ騎馬兵の削りやばいぞ。あえてコストカツカツだろ、これ。キャラいなくて切れないかな。あ、キャラ切ってきたね。パンチ、いいよ。騎馬で一生しの削ってるよ、これ。でっかいドラゴンも引いたよ。なんか足おかしくね、でっかいドラゴン。気持ち悪い。ちょっとキモいな。あ、作った相手、これ攻め抜きだ。あ、これコストないぞ、攻め切れるよこれ多分。無理でしょこれ。兵士なんか作っちゃって、作ってる時間なかったんじゃないの。ほら作ったの壊しちゃったよ。というわけで完勝、ビクトリー。いいね、なんかちょっとずつ慣れてきたね。いやまあこれが正解かどうかわかんないけど、はい。というわけでね、皆さんいかがでしたでしょうか。今回やってきたのはね、風魔手裏剣かっこ狩りというわけで、やっていきました。いかがでしたでしょうか。私の風魔手裏剣かっこ狩りくんは、こちら。これだけ見るとさ、なんか手裏剣っぽいでしょ、なんか変な武器っぽいでしょ。でもね、これね、全然違うの。ドラゴンの首なの。ドラゴンの首なの。ドラゴンの首を長くしただけなの。ドラゴンの首のこの正解見る？どんな感じか見てみたい？見せてあげるよ、しょうがないから。こんな感じなのよ。先端も、先端もやっちゃったから。なんだこれ。ダサくね？ほら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 。まあ。保存しないんだけどさ。はい、というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それではお疲れ様です。